初代ドーセット公爵、ライオネル・クランフィールド・サックビルは、イギリスの貴族、政治家、ホイック政権下で、アイルランド総督を二二度務めた。生誕から爵位を継承する1706年まで、バックハースと男爵の儀礼称号を使用。1706年に第7代ドーセット白爵を継承し、1720年にドーセット公爵に除せられた。 1688年1月18日に、第6代同セット伯爵チャールズ・サックビルとその妻、メアリーの間の唯一の男子として生まれた、ウェストミンスタースクールで学ぶ。1706年1月に、父の死により、未成年にして、第7代同セット伯爵位を継承した。同年4月には、ハノーファー選定広告への特使として派遣された初代、ハリファックス伯爵。 チャールズ・モンタギューに随伴した。1708年1月19日に成人に、伴い貴族院議員に列した。同年、名誉職の後校長官とドーバー城の城守に就任した。1710年の安女王への報告書によれば彼は、ケント州の保育党員であり、1714年6月の分裂法に反対した議員の一人だった。 1714年8月のアン女王の法御に、際しては、ハノーファー選定校、ゲオルク一世に即位を伝える使者を務めた。同年10月にグローム・オブ・ザ・ストールと、新室第一次重長に就任するとともに、ガーター勲章を受勲した。同年11月に、数密顧問官にも列する。1716年4月の7年議会法をめぐっては、 三年任期の議会では国民の選挙への関心が薄れる上、群衆の気まぐれによって優れた憲法体制が破壊されるとして賛成した貴族院議員の一人だった。1720年6月には同セット公爵に助せられた。1725年5月には王室家政長官に就任。1727年10月11日のジョージ二世の戴冠式に際して、 大華霊を務めた。1728年1月には後校長官と、ドーバー上場守に再任された。1730年6月19日には、アイルランド総督に任じられ、1737年3月まで、務めた。在任中の1731年から1732年、1733年から1734年。 1735年から1736年とアイルランド議会の3回の会期のたびにアイルランドに赴任した。1731年には議会での金融質問で与党が破れる事件があったが、それ以外は彼のアイルランド統治は概ね良好だった。1735年には首相ロバート・ウォルポールによって第2代スカーバラ伯爵リチャード・ラムリーに変えられそうに、 なったが、スカーバラ博自身が、同セット校のアイルランド統治を評価して、アイルランド総督職を辞退したため、さたやみとなった。1737年に、イングランドへ戻った後には、王室家政長官に再任し、1745年1月まで在職した。百四十五年一月には、ヘンリー・ペラブ内閣に、 数イン議長として入閣し、1751年6月まで在職した。1750年12月にアイルランド総督に再任されたが、第一秘書官を務める末息子ジョージ・サックビル教とアーマー大主教を務めるアイルランド国教会聖職者ジョージ・ストーンが実権を握った。彼らの政策の結果、 アイルランド議会で初めて重大な反政府活動が組織されるようになった。特にジョージ・サック・ビル教によるアイルランド議会庶民院議長ヘンリー・ボイルを失脚させようとする工作は裏目に出た。当時アイルランド議会では乗与歳入の処分刑を求める闘争を行われており、政府はその権限は国王体権事項であるとして拒否していたが、その反発から愛国的感情が爆発し、 受け負い議員も含めて総督に反対するようになった。そのためドーセット公は1751年に一部情報を行った。アイルランドの不満を恐れたイギリス政府はボイルとの関係を損なわないため、1755年2月にドーセット公を更迭した。1755年3月から1757年7月にかけては首名頭を務めた。 1757年の民兵法をめぐる暴動事件の際に、自邸のあるセブノークスノールで襲撃されたが、青年将校に守られて難を逃れている。1765年10月9日に、自定ノールハウスで死去した。爵位は、長男チャールズ・サック・ビルが継承した。1706年1月29日の父、チャールズ・サック・ビルの死により、以下の爵位を継承した。 1720年6月17日に以下の借を新規にノブされた。1709年に陸軍軍人、ウォルター・コリアー少将の娘で、アンジョー・キャロライン王妃に助官として仕えたエリザベス・コリアーと結婚した。彼女との間に以下の三男三女を設けた。ありがとうございます。